アイテム番号。SCP-698JP。オブジェクトクラス。政府、特別収容プロトコル。SCP-698JP は筒状に丸めて、適切なサイズのケースに収納します。この状態での SCP-698JP-1 の出現は現在まで確認されていませんが、万一の可能性を考慮し、ケースは常に監視装置の作動している収容室内で保管されています。説明。SCP-698JP は縦 78cm×横 54cm のポスターです。SCP-698JP が張り出されている時、不定のタイミングで、その前方付近に SCP-698JP-1 が出現します。SCP-698JP-1 はポスターに描かれた通りの姿をしており、青い粘土でできたキャラクターがプラスチック製の、スイッチ、を頭上に持ち上げている状態で現れます。SCP-698JP-1 は、ねえねえスイッチ押してー。誰か押してよー、などと話しながら歩行します。人の多いところへ行こうとする傾向にあるようです。SCP-698JP-1 を視認する人間は、非現実的、非科学的、あるいは何らかの特別な存在を見ているようには感じません。可愛らしいなどと思うこともありません。しかし SCP-698JP-1 の外見、以外、に対する印象に関しては、前述のような心理操作を受けることはありません。実験に参加した被験者のおよそ8割は SCP-698JP-1 に不信感や面倒くささ等の感情を示し、SCP-698JP-1 を無視あるいは軽く会釈して離れようとして、自発的にスイッチを押そうとはしませんでした。SCP-698JP-1 はスイッチを押されると、喜ぶような顔をして感謝の言葉を述べ、SCP-698JP の近くへ戻って消失します。スイッチを、押した、人間に関して SCP-698JP-1 は、もう自分のスイッチを押せてた人、と評しますが、得意な点や、押した、この変化は確認されていません。SCP-698JP-1 を視認してもスイッチを押さなかった人間は SCP-698JP-2 に指定されます。SCP-698JP-2 は口述の行動を起こすまで押さなかった事実を忘れることができません。SCP-698JP-1 を視認してから長期間が経過し何かの作業に従事している時であっても SCP-698JP には SCP-698JP-1 について尋ねられると、押さなかった時のことを詳しく思い出し、多くの場合は後悔の言葉を交えて話し始めます。押さなかった経験が SCP-698JP-2 の日常に支障をきたすレベルで影響を及ぼした事例は記録されていません。SCP-698JP-2 は他者への援助や貢献などの行動を起こすことに対して積極的になります。元々の性格に関わらず、SCP-698JP には、行動の機会を見つけると率先してそれを遂行しようとします。行動の詳しい定義は解明されていませんが、以下のような事例が記録されています。高齢者や障害者等への座席の譲渡。荷物運びの手伝い。持ち物を落としたことの指摘。火災や事故の現場での救助活動、またはその手伝い。急病人の解放。他者間のハラスメントに対する抗議や告発。このような行動を達成した SCP-698JP には、押さなかったことを忘れられるようになります。SCP-698JP は財団の物流部門により発見されました。財団に搬入される物資の中に、SCP-698JP を筒状にして収めた箱が紛れ込んでいました。箱の中には SCP-698JP の他に、電子メールをプリントアウトしたと見られる書面1枚と、防腐処理を施された人間の人差し指が同個離されていました。SCP-698JP と共に発見された人差し指は、DNA 鑑定により POI、要注意人物、1113JP のものと判明しています。POI、1113JP は R イクール8の反乱分子として知られる、イケてる子。本人もしくはその構成員と推測されている人物で。財団は今回の人差し指以外にも複数の POI、1113JP の分割された身体の一部を回収しています。SCP-698JP-1 は財団が収容する前の SCP-698JP について大きな交差点が近くにある都会の駅に貼られていたと主張しますが、その駅名については覚えていないと話します。
ホイ 698-1 SCP-698-JP の裏側に書かれた記載。近くにいたりすると嫌な感じになる、鬱陶しい、迷惑なやつ。今回はうまいこと作れたと思うんだけど、どうかな。てるこ。ホイ 698-2 SCP-698-JP と共に発見された書面。特級品のクソだ。あんたが撒き散らした中でもこいつは特にひどい。ダサくに過ぎる、いや作品ですらない、アート未満だ。道徳なんてクソだと言われた意味をこれっぽっちも理解していない。救いようのないあんたの無能さを体現したかのようだ。見てるだけで無視図が走るこいつも、有志のメンバーがアートに昇華してくれるかもしれない。あんたの他のクソみたいにな。だが俺はあえて、この惨めな姿を見せしめとして残しておいてやろうと思う。何しろこいつのくせいくせい悪臭ときたら、あんまり突き抜けすぎてて逆にクールだ。中、黒く塗りつぶされていました。下に書かれた内容は判読不能。素材を素材のままありがたがるような、物の価値を知らない奴らの元へこいつを送っておいてやる。奴らなら、こいつを俺たちからうまく隠しておいてくれるだろう。追伸、息子の件とは関係ない。あの世で永遠に眠っていろ、クソアマ。